デジタル特番8月15日アップデート情報公開。よいしょ。はい、どうも佐藤でございます。どうも金でございます。デジタルゴリさんです。はい、はい、お願いします。今回はですね、はい、前回の特番でも触れた、まあ、サマーイベントをですね、第2弾がご紹介できるということで、はい、ついに来ました。はい、で今回は前回のラグナブレイクに続きまして、はい、なんと夏仕様のナラティブダンジョンの開催となります。ナラティブダンジョンが、はい、改めまして次回アップデートではヘイノーナラティブダンジョン真夏の会で、こちらが開催されます。真夏の会、はい、ちょっと怖い話系なんですかね。怖い感じ。そうですね、あの今回は怪談をちょっとテーマに。あ、怪談ですね。前回ね特番もなんかちょっと怖い感じになったの。 あれ怖いですね。俺ら全然知らないのに映ってましたよ。なんか映ってた、やばかったですよ。なんかしかもなんか俺の方に来てたっていう。そうですね、そう、僕らは大丈夫だ。どういうことみたいな、まあ、疲れやすい体質みたいなのありますから。ありますね、まあ、そういうことなんですね。で今背景もね、背景もね、なんかね怖い感じ、なんか聞ける感じ。はい、というわけでございます。はい、というわけでお約束なんですけれども、はい、こちら開発環境でプレイしておりますので、皆さんがプレイする場合には変更される可能性がございます。注意してください。はい、はい、というわけでこの左の白髪の可愛い子がシンチャイルね。はい、こちらがケイノーというシンチャイルですね。はい、うん、なるほどなるほど、なるほど、和風な名前ですね。そうですね、ケイノー。はい、というわけでね、ケイノーさんこちらになりますね。かわいらしいですね、はい、これすごいですよ。バチコリなんか切ってます ね切ってる切ってる。これ何を切ってるんですか。紙ですかね。紙ですかね。ズタズタに切り刻んでるんですけど、これ1個質問あるんですけど、はい、まあ、服は列車だから無視するんですけど、はい、もう当たり前無視していいんですか。服はもうそれはエッチですよ。まあ、むしろちゃんと着てる方だと思います、はい、確かにむしろ着てるかもしれない。で、あの、どうなってんすかね、武器なんですかこれ。髪の毛、髪の毛どうついてんのか、そのとおり分かんない。髪飾り的な感じでそういうノリなんです。かんざしの延長線みたいな感じ。はい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 。それではいつも通り性能を紹介していきましょう。はい、それではスキル紹介していきます。ノーマルスキルですね、対象にダメージを与えて自身に挑発です。そしてスライドスキルダメージ防御上昇でございます。はい、続きましてスライドスキルですね、ランダムで敵2体にダメージを与えて、異属性の攻撃力が最も高い味方を優先して、3体に無力化デバフ無効、そしてバリア付与ですね。そして最後ドライブスキルですね、ランダムで敵2体にダメージを与え、自身に挑発プラス反射となっております、うん、はい、はい、というわけでですね、まあ、無力化デバフを無力化させるという、うん、はい、そういうことですね。そんな感じになってて、はい、まあ、スライドスキルでデバフ対策できちゃうのがかなり良いかなと思います、はい、そうですよね、はい、あのケイノーは、まあ、敵の行動に合わせて、はい、あの味方の守り方を変えるっていうのができちゃうので、なるほど、はい、敵がデバフ攻撃をメインで使ってこないのであれば、はい、来ないのであれば、まあ、それの場合はスライドスキルではなくて、はい、ノーマルスキルを使用して、あ、そうですね、ダメージ自体をって感じですね。そうですね、自身に挑発を付与して、はい、まあ、それでダメージカットを狙っていく、うん、まあ、そういう使い方も当たってくれればいいと。そうですよね、はい、なるほど、うん、ちなみにドライブスキルの反射っていうと反射ですね、はい、はい、この反射はですね、受けたダメージを割合で、うん、あの、その攻撃した側にこう返すっていう形ですね、うん、そうですね、はい、はい、なので敵の攻撃を受けることでその相手にも同じようにこうダメージの痛手を与える。だからダメージ与えたいけど与えたくないと、はい、いうところで挑発がね、いいんですよ。なるほど、引きつけて返しちゃうんで、もう相手は泣くしかないと、はい、なるいうわけでございます。はい、はい、そして今回このケイノーは、はい、まあ、毎度お約束ですが、はい、ナラティブダンジョンでのブーストチャイルになってます。あ、なるほど、なるほど、はい、でブーストチャイルドがこちらですね、はい、魔王ダビッド、ダフネのブーストチャイルドになっている、はい、ブーストチャイルになっていると、はい、いうわけですね。はい、これで、ブーストチャイルドを使ってですね、はい、ぜひナラティブコレクションを、うん、あの獲得目指して進めていただければと思うんですが、うん、はい、はいはい、見ちゃっていいですか。どうぞどうぞ。あのケイノーのテーマにしたこう装備アイテムはもちろんのこと、はい、あのなんと、なんとケイノーの温泉魔力をですね、はい、温泉魔力ゲットできるポイントもありますので、どこですか。こちらは7番目の7番目、はい、この箱のとこです、ね、あ、すげえ、本当だ。あ、本当だ、やったー。あ、これいいんですか、見せちゃって。お楽しみにした方がよかったですか。ね、これすごい、これもらえちゃうんですね。はい、やっぱりですね、新しい茶色というと温泉に入れたくなるのは、はい、まあ、そうですね、はい、魔王候補生のこう差がと言いますか、差がですね、温泉もゲットしなきゃあかんのかいってなりますからね、はい、そうですよね。
そこいいですね。はい、はい、でプラスあの、はい、他にあの小チームもセットでついてくるので、はいはいはい、なるほど、家計のプラス何かの紅茶色の専門力もゲートできるという機会になります。いい、はい、はい、あ確かにそうか、ありがたい、本当だ、すごい、はい、あこれ今回は以上ということで、いやいやまだまだですよまだまだこれで終わったらすごいボリュームが少なすぎるので、はい、あのあと今回ですね、はい、リバースラビリンスの、報酬、はい、こちらが新しい契約者コスチュームが追加になりますので、おっと、なるほど、ぜひこちらも見ていただきたいと思います、はい、見ていきましょう、はい、それでは見ていきましょう、はい、だいたい見えてるんですけど、はい、あ、かわいいですね、うお、足がいいですね、足が綺麗ですね、この子はレッスンダナンの、そうですね、はい、はい、左下に書いてある、ね、はい、かわいいですね、髪の毛いいですよね、ふわふわですね、ドブトイツインテールみたいな、僕結構好きなんですよ、ドブトイやつ、そう、はい、さあ他にはこれはケプリですね、ケプリいいですね、ケプリもいいですよね、だいぶ年齢が、あでもですね、はい、年齢低くないですよね、言うて、あ言うてこれはもう、そう、あの放出する魔力を抑えてるだけ、はい、あなるほどなるほど、ポイ、あかわいいですね、ワウルフ、ワンさんがいますか、ワンさんいますね、めちゃくちゃ可愛い、ワンさんリードで引き連れてこれ好きですねすげえ懐かれてます、やばいモフモフ感がめちゃくちゃ可愛いですね、いい、めっちゃ懐かれてるやん、いいな、マートマート割と見た気がしますね、この確かに、はい、ロゼッタちゃんは、はい、そうですね、よく見ますね、はい、確かに確かに、はい、じゃあ次ね、次、うん、もうここまでであるんですね、そういうのがね、もうここに今並んでるやつがいろいろありますけどもあとはこうアップデート後にあるんですね、はい、なるほど、なるほど、そういうことなの、パンさんがいたんだけどな、パンさんね、はい、今いろいろいましたけど、はい、というわけで、はい、はい、こんな感じになってますと、はい、というわけで本日の先行情報内容は以上になります、はい、ちょっと先ほども言ったんですけど、はい、本当にあの、はい、ハサミのね仕組みが気になってしょうがないんですよね、意味が本当にそう、うん、今回どんなストーリー展開されるのか、はいはい、あの以前からのこうあの発表してた、はい、サマーサマーサマーっていう3つのこうイベントで構成されるとはもうお伝えした通りなんですけど、はい、次あのワールドボスっていうのも決まってますので、うん、なるほどワールドボス、はい、そうですね、ここからどういうふうにつながっていくのかっていうのも今回あのぜひポイントの一つだと思います、はい、それでは今回の特番は以上です、皆さんご視聴ありがとうございました、ご視聴ありがとうございました。